乗船の前に乗船のチェックインがあるのですが、ここは撮影禁止でした。ここではシーパスを発行してもらうのですが、シーパスは船室のキー、船内でのキャッシュカード、身分証明書の3つの機能を持っています。ゴールドメンバーはリピーターのことで、船内では様々な特典があります。いよいよ乗船です。まだ自分の部屋には入れないので、とりあえず12階に上がってみました。Yes. Oh, yeah. Yeah, some of the better views are in New Jersey. It's just a long ride. I was looking for... 自由の女神です。もう泳いでいる人がいました。プールサイドには安楽椅子がたくさん並んでいました。6階から吹き抜けロビーを見下ろしました。両側にはショッピングアーケードやカフェテラスなどがありました。ここで見える3階がこの船のメインロビーです。6階から上を見上げました。14階まであります。上に動いているのは展望エレベーターです。私たちの部屋は6階前方のこの辺りでした。6階の船室前の廊下です。風船をたくさんつけた部屋がありました。自分の部屋の目印でしょう。ここが私たちの船室です。窓の向こう側がテラスです。船室のテラスからの眺めです。自由の女神です。